したらですね、今仕事仲間と口勝田中に久々来ましたけどね、お互い運転があるんでアルコール飲めないというね、飲みたいんですけど、なので、オールフリーを、あ、すいません、はい、アルコールゼロで、あー、ありがとうございます。お疲れっす。はい、それじゃあ、乾杯。入った途端にこのキャベツが来るわけで、色付け禁止のソース。確かね、ワッキー TV で1年以上前に串カツ田中の動画上げてると思うんですけど、まあ、もしまだ見てない方がいらっしゃれば、ここにリンク貼っております。結構昔ですけど、こちらが牛すじとて、またちょっとビール飲みたいんですけどね、我慢して牛すじいただきます。七味かけるとね、またこううまさがグッと上がるんで、今日はね、もうまったり動画になりますんで、ただ単にノンアルのオールフリー飲みながら串カツ田中の飯を楽しむことです。ちょっとサブちゃんに近くなるかもしれませんすいません、まあ、でも最近串カツ田中は店増えてきましたね、東京かなり多いですよ。キャベツも二度漬け禁止なんでね、ソースうまいですね、甘辛のソースで、春の新メニューがあるみたいですけど、タケノコとアサリ、これなんかいいですね。100円串、120円串、150円、200円と分かれてるんですけど、まあ、盛り合わせ頼む人も多いと思うんですけど、まあ、今回はちょっとこの辺の適当に頼みました。で、二度漬けしたら、罰金1000円ということで、これ僕ちょっと初めて来ましたね。大阪ではおなじみ肉水、でも僕ね、肉水食べたことないですね。二日酔いの芸人さんの肉うどん、うどん抜きでという注文が始まりらしいですね。で、肉水を食ったら売れっ子になるという伝説がありますということで、まあ、僕は別にお笑い芸人ではないんですが、仕事でね、今以上にいい流れを作りたいなと思ってますんで、ちょっとこの肉水頼んでみようかなと。もうすぐ11時なんで、まあ、夜にはこれ優しいですね。うどんが入ってなくて豆腐が入ってるんで、これがね、これ旨辛豚盛り、いただきます。お、うまいね。これ完全にビールだね。ちょっとアルコールすげえ飲みたいんだけど、まあでもウーロン茶とか飲むよりはいいですね、ノンアルのビールは。すいませんね、ちょっと今日はもうほんとグダグダな動画ですけど、マヨネーズもついてる。ご飯食いて。そしたらね、ちょっと串をね、いろいろ頼みましたよ。で、豚カツ、牛カツ、アサリ、タケノコ、で、アスパラ。で、今が旬なこのタケノコをね、ここにいっちゃおうかな。アングルを変えまして、二度漬け禁止でございますんで。どうしようかな。うりゃ。シャキの繊維の部分とすごく後味すっきりしてて、うまい、なんか揚げ物なんだけどさっぱりしてて、食べないし、食べないですね、買わないでしょ、タケノコの串カツって食べないでしょうね。で、次はアサリですね、春限定の。してアサリの串カツ、
サリの身もねプリプリしててね。次は牛カツ。いやこれ不思議なことにね、牛カツうまいんですけど、なぜか牛カツより一番最初に食べたタケノコの方が僕はなんか美味しかったかなと。そんな年頃なんじゃないですか。もうおっさんだと。まあね、牛よりタケノコがうまいって感じるってことは、まあ足を踏んでてるんでしょうね、親父。牛もうまいですけど、タケノコの方が美味しかったかな。それでね、これアスパラはね、ソースこれ全部にかけられないんで、まず小皿こっちにねちょっと置けといて、ちょっと丸みを帯びたキャベツをすくって、で、あ、全然すけてない、そうすげえ。もうキャベツまたこれやったら二度漬けになっちゃうんで、違うキャベツで、まあ、これはちょっと食べます。でもう一回これね、分かりますよ、難しいね。あ、いた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 、何度かねこれ。ソースをかけるとは使います。アスパラうまいね。いやちょっとすいません、タケノコを超えましたよ、アスパラが。すごいシャキシャキでね、これアスパラのねほのかな甘みがあるんですよ。そしたらね、先ほど頼んだ肉吸いがやってきましたよ。お肉これ結構いい感じですね。でこれなんだっけな、とろろ昆布、とろろ昆布が入ってますね。で豆腐が入ってて、でこれ卵はねトッピングでつけましたね。これが肉吸いなんですね、大阪名物なので。まあ大阪の人はね、なんか日常なものなんでしょうか。ちょっと僕は人生初なんですけど、まずはあのスープから。優しい、これうまいな。お肉の旨味とね、醤油となんかちょっとカツオでもない、なんか出汁の味もして、これはね寝る前とかこの時間帯がすごくいいですよ。で豆腐、これはあの体重気にしてる方なんかはいいんじゃないですか。うどん抜きで豆腐っていうね。でお肉とこのとろろ昆布をちょっと一緒に混ぜて、うまいな。そしたらちょっとねこの卵割っちゃいましょうかね。あーうまそう。で肉も絡めて、うーわこれはきた。うん、いや大阪にはこういう、ね、美味しいご飯がいっぱいあるわけですね。でどうですか、ヘルシーだな。これねカロリーもだいぶ抑えられてると思うんですけど、これ余ったスープでやっぱご飯入れて増水したいですね。そしたらもうダイエットで体重気にしてるように今話してるので意味なくなっちゃいますけど、いやでもね、まあ、僕も独身でね彼女もいませんので、こうやってね僕の晩餐に付き合ってくれる、まあ、貴重なね仲間なわけですよ、これ完全にサブジャマね。これ完全に食レポではないです、しかもノンアルだし、ね、サブちゃんになれずにサブちゃんですねこれ。でも普通だったらアルコールでビール焼酎から飲んで串カツうまそうに食べて、でなんか語ってる動画が当たり前従来なんですけど、まあ脇 TV なんで、まあ、ここはいいかなと、まあ、そんなに僕アルコール強くないですし、コメント欄でもいろいろ言われてますけどね、まあ、そこはもう認めます。ただやっぱり串カツのお店来たら、まあ、ビールはね飲みたいですよ、一杯ぐらい。最後のね豚串です。これもう中で潜水させとけば肉までソースが染み渡るんじゃないですかね。こうやって二度漬けしなければいいんで。
先制させとくっていう。あ、でも衣がベチャベチャになっちゃうかな。まあ、一応これ一度漬けですからね。はい、うん、豚もうまいですね、うん、まあ豚の串カツ、単純にとんかつですか、ね、とんかつを食べてるところですけど、うん、デザートということで、確か前回はね、僕バナナ の串カツ頼んで食べた記憶があるんですけど、他にもね、クッキー&クリームとモナカがあるんですよ。これ何だったのか分かんないですけど、ちょっとね、クッキー&クリームとね、あと、まあ、一緒に来てる友達はモナカを頼みました。ちょっとこれ最後デザート締めということで、クッキー&クリームがやってきました。なんかオレオっぽいですよこれ。で、何もつけずになんか食べてくださいって言ってましたね。で、甘すぎたら塩を振ってくださいって言ってましたけど、うん、うわ、甘い。オレオですね、これ。オレオの中にクリームが入ってて、で、熱が加わってるせいか甘みがすごく強いですね。なんかうまいね。すいません、今日はですね、串カツ田中でゆるゆる動画をお届けしましたんで、まあ、たまにはね、ちょっとこういう砕けた感じで、まあ、あの串カツ田中さんは本当にバリエーションに富んだいろんな材料のね、串カツを食べれますんで、あとなんかサイコロを振ってその目が出たやつでなんか大きなハイボールのジョッキ飲めると なんかそういうサービスもあるんですけど、あとね、女性で一人で飲んでる人もいるんですよ。そんなこんなで二度漬け禁止の串カツ田中さんが最近ね、ほんと店舗増えてきてるんで、フラッと立ち寄って、食べて飲んでみてはいかがでしょうか。それではバイクで今から帰りたいと思います。それでは